長野県内で、まあ、トヨタ車を販売している、まあ、グループ会社、整備もしますね、点検から車検だったりも行ってますね。入社1年目から、まあ、人事部採用教育課でやらせていただいてまして、少しでもこう学生の身近な存在でいたいなというか、気軽に話しかけてもらえるような存在を、まあ、意識はしております。どの職についても同じかと思うんですけども、いろんな人と出会えると交流ができて、幅広く考えを持てるようになったのかなっていうのは感じますね。町の人たちが非常に優しい。お酒飲み行ったりすると、全然知らない方とかでも話しかけてきてくれたりして、まあ、一緒に飲んだりとか、まあ、そういうところが、はい、あ、いいなっていうのは感じます、はい、あと温泉が非常に多いのかなっていう、非常に温泉とか好きなので。採用活動に正解はないっていうところで、自分の思ったことをやれっていうのを言われたことが一度あって、まあ、その言葉は 今も大切にしてますし、尊敬というかすごい存在でいられた方なので、そういった方に少しでも近づけれればいいなっていうのは思ってます。